えーとですね、外報図でございます。それで、えっ、ー、と、背景にあるのが外報図なんですが、実はこれの元になった図というのがですね、この雷電大学でございまして、えー、それをぜひあの見るというようなこともしたいなと思っておりますが、まあ、発表を進めます。外報図というのはですね、一応、法律上も言葉になっていたこともありまして、えー、内国図の対語ということになっておりまして、えー、それを専門とするような機関というのが、 1895年くらいからでしょうか、あ日本では、まあえー、国策的に進められたというようなことになっております。その範囲です、作られた範囲ですが、このような地図関係、一まあ、日本を中心としまして、えー、東はあ米国本土まで、えー、北はアラスカ、西はアフ,アフガニスタン、パキスタンの一部。 南はオーストラリア、まあ、もちろんあの、世界全図のような地図も入っておりますので、これに限りませんが、ほとんどがここの範囲であるというようなことになっていると。これが日本のです、ね、地図の作成されて、地図の作成を担当してきた部署といいますか、それの編成でございまして、この中にあるこの辺りです。陸地食料部であったり、臨時食図部といったようなところ、この辺りの陸軍に属するところが、 地図を作り始めたと。で、えーまあ、領土的野心といいますか、そういうようなものを含めて、えー、進めていく中で、地図が作られてまいりました。で、どういうことかと申しますと、これ、バンドンなんですがあの、これはですね、こういうことです。もともとは、乱印でございますね。乱印ですから、オランダです。で、別にあのオランダに来てるから、えー、褒めるわけではありませんけれども、非常にこの乱印というのはですね、色がきれいに作られていて、 えー、色、でここに書いてありますが、ちょっと消えましたけれども、もっと色が本当は使われているんですが、それを4色だけで作り直したと、まあ、戦時中に入っていきますから、そういうような図というようなことになっているわけです。で、他の図といいますか、特に中国なんかはですね、このような形で一色刷りといいますか、黒と白がほとんどです。で、この辺んに戦軍事国費であったりというような意味もありますが、えー、この場合、中国といっても、中華民国。 共産党ではありません、そこが作ったような図というようなものを持ってきたと、えー、南京を占領したことがありましたけれども、日本軍が、その時に土体量、土体量じゃない、大量に持ってきたというようなことが言われております。あこのような形ですね。で、すべてこういうような形で、どういうふうに作ったかというようなことが、この地図の周辺ですね、ここに書かれております、基本的には。で、そこのところを読み取るような中で情報を得ていく、こういうようなことが所持情報になっていくというようなことになって で,です、ね、戦その外法図というのが戦争終わるといいますか、負けるといいますか、その後にどうなったかということなんですが、基本的にはこの参謀本部にあったものがいろいろなところに行くんですが、多く行ったのがこの我々、私の所属する東北大学であったり、あるいはお茶の水女子大学、あるいは京都大学といったようなところが非常に多く、それから他の大学もいろいろあります。で今日、田中さんが発表されますですね、外法図というのは。 日本の大学を経たわけではなくて、参謀本部から連合国軍に行って、その後に国会とに議会図書館、LC ですね、そちらに行って、えー、その後に大学なんかに入っていくというようなことになっていったようなものも来歴としてあるということです。で、えーとえー、とどのぐらいの数があるのかといいますと、このような数です、東北大が1万514、これがそのデジタル化が終わった年度です。 えー、京都大が3333 33、それからお茶の水女子大が2708ですべてデジタル化が済んでいるというようなことになっている、当然、重なりがありまして、同じ図服は避けるような形で、えー、スキャンをするというようなことを進めてまいりました、はいえー。どのように利用されてきたかということなんですが、最初のうちはです、ね、ほとんど未整理の状態で、山積みになっておりました、一あ,のあるところにで。それがほとんど使われませんでした。 それが続いたのが、まあ、1990年代まではほとんど一部整理されただけで、まあ、最初のうちはです、ねあのー、持ってきたんですが持ってくるときにかなり強引に持ってきたところがありまして特に仙台にあるわけですけども東京から仙台まで貨車1両を借り切ってあの戦後の混乱期です、混乱の段階で借り切って持ってきたみたいなことがあったものですからなかなかその公開はばかる雰囲気もあったりしたというようなことが言われているで使われるようにといいますかあのボツボツとこうやって新聞なんかにですね 取り上げられたり、我々でセミナーであったり、あの公開講座なんかを主催するという,ようなことも行われるようになってきたと、まあ、テレビなんかも放映されるようなことがあったと、でその間にですね、1995年、です、ここに、えー、自然史標本館に出蔵ってあるんですが、後で写真をお見せしますけれども、あのー、そのあった場所がですね、回収されることになりまして、でその映す場所をなんとかしようというようなことで、 この建物をです、ね、あの大学の方で建てました、そこに入っていると、でそ,のそれに合わせて、1995年から本格的な整理が開始されるということになります。はい、で2000年以降はこのような形になっていて、まあ、いわゆる家計、家、え、計、ー、費ですね、そういうようなファンドを取るというようなことがある、そういうようなことを進めるということと、まあと、あのー、で山本先生がご紹介されるデジタルアーカイブというのが2007年、このあたりからあウェブ公開が開始される。 いうようよなことになっておりますますあこれ、私ですけども、で今日もジャパンダイ仏の方いらっしゃってましたが、あのジャパンダイブズのほうであの、えー、紹介されるというようなこともあったりしました。あのこれはですね韓国です、大韓民国の KBS テレビが、外報図の取材に来るというようなこともあったりする、まあ、残念ながら日本では見れなかったんですけども、そういうようなことになっていると。それからですね一部の外報図、でこれ今映っているのはこれ全てですねハワイ諸島です。 ハワイの初頭は全部残っておりますので、それをこのようにラミネート加工するというようなことをして、えー、一般に公開するようなこともしています。で、あ、えと、ー、でまたデジタルアーカイブの話があるんですが、やっぱりアーカイブされた後に、やっぱり本物も必要になるので、本物の方がやっぱり圧倒的に存在感があるようなところがありますので、これもやっぱ大事なんだろうというようなことがあると。はい、でその来歴です、このような形で作られてまいりました。 植民地で測量を作成した図、それから海外で測量を作成した図、えー、それから、まあ、あ日本軍が外国製地図を露角、まあ、という言い方ですね、して、それを一部改変して観光したと、それからその地域の政府機関が作成したもの、あるいはオランダなんか、ジャワなんかはそうですが、宗主国の機関が作成したものとで、これがだから植民地機関になりまして、台湾の図になります、このような形で作られる。それれからこれはもう戦場で その場で作ったと手書きです、そういうようなものも、この村岡さんというのを作ったんですかね、そういうようなことになっている、はい、それからこれは秘密測量で、まあ、これも現地で作ったわけですが、中国大陸のものを、こういうようなものも含めて、外法図というふうに呼ばれております、それからこれはもう民国って書いてありますが、要するに中華民国です、中華民国が作ったものを改変して観光した図というようなことになっています。 でどのような書置情報を一応、整理するときに得たかというのがこのようなことで、まあとであの山本先生の方もまた詳しく説明があるかと思いますけれども、とりあえず周辺の情報ですね、地図にある、周りに書いてある情報です、それを基本的にはすべて網羅しようと、それから大事になってくるのがこの辺にある緯度経度です、ここの情報がないことには地図の意味がありませんので、これなんかを取っていく。 でこれが1995年建てられましたあ建物です。こういうような建物を建てて、で基本、まあ、このような組織になっています。組織の名前としてはミュージアムネチラル・ナチュラル・ヒストリー・トーク・ユニバーシティなので、基本的にはこういうものです。恐竜の骨とかが中心なんですけども、その中に、まあ、このような形で段、えー、ボールにまとめてですねで、番号を振りながら整理をする。こ、まあ、これれつつそうです。これ一つの中に、 6万5000枚,、ね、枚の地図がこちらにある、それから大きな図なんかはこのような形のバ、まあ、ッ,ップケースに入れるということになっています。このような形で、えー、区分をしてですね、えーまあ、見やすいようにはしてある現物についてはですね、でまあ、地震の時はこうなりました、あの大変なことでした。まあ、地図自体はあの被害はなかったんですけれども、そういうことです。どのように利用されてきたか、これ、最後にちょっといきますけれども、このような形で、まあ、多いのがですね中国、でインドネシア、 それからまあその他になりますが、インドネシアが多いというのは、先ほど申しました通りで、あのきれい、きれいといいますか、ですね詳しく書いてあるのと、それから、インドネシアの場合は、今でも使えるんです。つまり、農村なんか行くと、ほとんどその頃と道路とか変わってないものですから、今でも見ても、その地図を使えば、外放図を使うと、たどれるというようなことがあるので、使われる、それから使われた内容はこのような形なので、まあ、土地利用もそうですし、植生なんかも分かるところは分かりますので、こういうような形になっていると。 使われてままいりましたこれがあの、外保税デジタルアーカイブが、えー、公開される前まではこのような形とで。公開された後はちょっと詳しく見ていきますと、例えばどのような形、公開された直後からは、例えば靖国神社なんかが遺骨の所在地調べたいといで使うとか、あるいはですね、これはあの赤があの個人ですあ赤個人じゃない。赤が日本以外からの申し込みです。あるいはここはワシントン・ユニバーシティ・イン・セントルイスという大学があるんですかね。 そことかあとこれはもう完全に個人で、そのバイオグラフィー書きたいというようなことであるとか、あるいは、まあ、これもバイオグラフィー書きたいというようなことですし、あとはですね、うんこの青に塗ってあるところなんかでは、まあ、インディア・プレス・ファインダーという別のデータベースを作る際にこれを利用されたと。 特にあの目録データですね、あれが利用されたということになっていて、他のデ,データベースなんかとも関係ができたということです。で課題ですけれども、まあ、今まで述べましたようなところが、まあ、いろいろやってきたわけなんですが、特にこの3に当たる部分ですね、今あの、我々あの一生懸命調べようとしている、あるいは田中さんなんかにもやっていただいている、それから他の、えー、アメリカの大学なんかでもやっているのが、この廃線地の外放図の使用状況、保有状況からどういうふうにどういうふうに移っていった。 いうようなことというのを復元していこうというようなことが課題になっています。それからデジタルアーカイブは一応終わりましたけれども、それに引き続きあそれを終わった後でもこういうようなことがやっぱり課題になってくるんだろうということが分かるかなというふうに思います。まあ、とりあえず以上です。はい、ありがとう。